子先生と学ぶ鏡は。はい、パーコ先生、こんにちは。はい、こんにちは。昨日もあきらさんの特集だったんですが、はい、今日は2日目。はい、はい、で昨日は本当触りというか、はい、こんな感じで撮ってますというのをご紹介させていただいたんですけれども、はい、今日はですね、もう実際にガンガン撮ってる、はい、ちょっとね、この日は昨日の画像と今日の画像で、1日分なんですけど、はい、2ポイント潜りまして、はい、2ポイント目がすごく、もうちょっと僕感覚わかんないですけど、結構な量がありましてですね。ああ、そうなんですか。はい、でだんだん後で出てくるんですけど、深さも深くなってくるんですよ。へー、はい、でこの日こんな感じで太陽もさんさんと差していて、綺麗ですね。綺麗なんですよ、はい、もうね、上からあきらさんがブワーッと降りてくると、はい、なんか太陽と相まって、なんかもう神様みたいですね。神様が神様なんですけど、すごい武器持って、そうですね、物取るみたいな、はい、神様なんだか、はい、なんだかなんだか、でも上がると美しいっていう、これまた、はい、この辺は今まだ浅いポイントですよね。そうですね、はい、まだ 1,2 メートルぐらいですか。そうですね、まあ、1メートルってことはないんですけど、でもね、1メートルぐらいのところも取ってましたね、はい、でこんな感じで、そんな隙間いきますか、はい、あの道具がめちゃめちゃ活躍するんですよ。でなんか漁師さんによっていろんなこだわりがあるみたいで、その先っちょの大きさとか、はいはい、そういうのを自分で注文して作ったりとか。へえ、はい、だからなんかマイフックがある。マイフック、でもこれやっぱ職業にしたらこだわり出てきそうですよね。そうですね、はい、むしろこだわるのはそこだけ。まあもうそうですよね、はい、そうですよね、ぐらいの、もう道具これだけですからね、はい、でこのね、マスク、あ、この、ね、小さいのはね、はい、捨てるんですよ。もうちょっと育てよっていう、はい、そこにちょっとまた素敵な漁師さんの心を感じまして、ね、はい、でこの今引き上げているのが小さな重りで、獲物を上から見つけるとあの重りを落として自分を固定させるんですよね。あ、そんな風になってるんですか。そうなんです、これだんだんサザエあんなに入ってるんで、はいはい、だんだんちょっとアキラさんの動きも鈍くなってきて、ちょっと移動しづらくなってきて、はい、下で撮影してる僕としては追いつくの大変なんで、ちょっと助かりました。なるほど、はい、もっとあそこ早く重くならないかなと思いながらそれアキラさんもね、嬉しいですし。そうですね、はい、僕も嬉しい、はい、で今アワビも1個入ってますね、黄色に。あ、そうですね、はい、この日ね、すごい大きいアワビ1個取れて。へえ、やっぱね、アワビの方がだいぶ料金も高くて嬉しいでしょうね。でこれもまだでも浅いですよね、これね。そうですね、はい、でもうずっと撮影してると4時間とか、はいはい、僕も分かるようになって、この白い重りが下ろされるともうすぐ来るなっていう。あ、なるほど、はい、で今探して、今もう重り下ろしてるんですけど、上呼吸してるじゃないですか、顔が、はい、この時に一気に呼吸してるんですよ。なるほど、息ためて来ました。で大体鍵かけて、くださいね、なんかね、ちょっと亀みたいに見えました。あ、僕は亀みたいです、はい、確かに亀がなんかこうゆっくりご飯を探してるみたいな感じに見えました、はい、で これで書いて取って、で上がっていくんですけど、多分ここで最後、あ、まだあるな、ここって見つけたんですよね。それはすぐ戻ってくる、戻ってくる、じゃないとでも多分場所分かんなくなっちゃいますもんね。そうですよね、はい、でこれ鍵またかけ、これかけて、ほらなんかすごい、もうお魚みたいでしょ、お魚とか亀とか、はい、海洋動物みたいですよね。こう動きがこう滑らか、こうなんかこうふわっとした動きですね。そうなんですよ。でサザエは今見たように赤い方に入れるっていう、もうねこの辺ガン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 来てましたもん、はい、でもね苦しいでしょうね。だから苦しいけど、そこにやっぱり自分の職業となる、取らなくちゃいけないものがあるっていうので、なんか無理だけしないでほしいなって、こう撮影しながら、そうですね、はい、思ったりもしました、はいはい、すごい。でここに入れるんですけど、はい、これも僕たちの感覚で言ったらめちゃめちゃすごい量じゃないですか。そうですね、すごい溜まってきてますね、はい、そうなんですよ、これこんなんですもん。こっからまだ量続いてたんで、これまだ半分ぐらい。いや、もう取れるときはもういっぱいになるって言ってました。はい、へ、まあ、ぜひ葉山のアイドルとして、はい、
まあ、パーコ先生も負けずに、はい、今度一回なんかやってみたいですね。あ、そうですね、なんか取らないまでにしろ、そうですね、体験みたいなこと、はいはい、はい、そうですね、これもだいぶ深くなったりしてるんですけどね、はい、あ、そうですね、これだいぶ深いですね、はい、今日はそんな葉山のアイドルあきらさんのご紹介でした。はい、はい、では今日も最後に一言お願いいたします。やっぱり葉山のアイドルは渡さない。ありがとうございます。